今日の日経平均株価は昨日より529円高い21、271円で取引を終えました。2万1000円台を回復するのはおよそ3か月ぶりです。緊急事態宣言が東京を含め、全面解除されたことを好感し、経済活動再開への期待から航空会社のほかオフィスビルを持つ不動産会社の株を中心に買いが入りました。